住民の避難所を襲撃するガーゴイル、それを迎え撃つ冒険者。また君か、ベルクラネル。周囲のモンスターが他の冒険者を足止めしていることといい、ガーゴイルがこれ見よがしにリトルルーキーと交戦していることといい、できすぎだ。ヘルメスファミリアの仕業か。あのガーゴイル操られている。ベルクラネルが守るギルド職員のみを狙っているのか。ペルセウスの規格外のマジックアイテムの類を加味すれば妥当か。広場は劇場、住民は監修、そして主役は理性なきガーゴイルと刃を交える一人の少年。ベルクラネルが暴走したモンスターを殺せば、華々しく英雄に返り咲く。とんだ茶番だ。だがもし僕が彼の立場だったら、殲滅だ。事情を鑑みた上でこの舞台に乗るのが最善。所詮僕は作られた英雄か。ロキ、残念だけど見極めるものは何もない。団長、包囲の準備が整いました。舞台に合図を出せ。広場へ突入する。ベルクラネルの禊は邪魔すまい。僕も彼にここで終わってほしくない。それとも君は他の選択を見せてくれるのかい。はい、中止、攻撃中止。止まった、止めた。モンスターが攻撃を、洗脳を解除したわけではなく自分の意志で。いや、最初から操られてなどいなかった。モンスターは己の意志で身を犠牲にしようとしていた。人のために、いや、ベルクラネルのために。第三の選択肢、英雄の座を蹴り真意を打ち砕いた。団長たちの元へ向かって援軍を。今の雄たけび、まさか黒いミノタウロス、タイダロス通りからだとしたら団長たちもそこに。戦う
った。ベルクラネルの冒険。